山本賢治は、フリーライター、評論家、政治家。愛称は、山健。地方議員時代には、高槻市議会議員を2期、大阪府議会議員を1期務めた。大阪府森口市出身。吉本新喜劇所属の池野目高とは、小学校時代の同級生である。 1962年3月大阪府立、清水谷高等学校を卒業し、同年4月立命館大学に入学する。大学時代には、自治会委員長を務めていた。1966年4月、大阪読売広告社に入社。その後、村田製作所に勤務を経て1975年4月、大阪府高槻市議会議員に当選し、2期務める。 1983年4月の統一地方選にて大阪府議会議員に当選し一期務めた。議員時代はジーパン姿に自転車で選挙活動を行い草の根派として自己調査に基づく告発、追求を積極的に行った。1987年4月の統一地方選にも再選を目指して出馬したが落選し、 再起をかけた1991年4月の統一地方選にも出馬したが、議席復活とはならなかった。その後は、フリーのライターに展示、経済雑誌等に記事の発表や単行本を出版している。取材を通じて、掃除を学ぶ会のメンバーと出会い、掃除の大切さを知り、毎朝事務所近くの駅前広場周辺の掃除を10年余りにわたって行っている。 また、関西各地の学校に赴き、素手で、トイレ掃除を行う活動を行っている。また、ワイドショー番組のコメンテーターとして、社会問題について、批評を行っており、その辛口なコメントは、山県武士と呼ばれている。また、中央会経営教育センター顧問の現場再生に、関するコンサルティングや社会福祉法人、指揮の会理事も務める。 ありがとうございます。